カラクリサーカスは、藤田和弘による日本の漫画作品。週刊少年サンデーにて1997年32号から2006年26号にかけて連載された。単行本は全43巻。仏名は、レシルクでカラクリ。1998年3月より放送された、サンデー CM 劇場にて30秒ほどの長さながら、アニメーション化されている。 また、1999年3月より放送された、祝葬館40周年オールスター総出演編でも、本作のキャラクターが登場している。この総出演編はかなり長い間、週刊少年サンデーの公式サイトにて視聴が可能であった。2018年3月14日発売の、週刊少年サンデー2018年16号にて、テレビアニメ化されることが報じられた。 2018年3月時点で、累計発行部数は1500万部を記録している。莫大内産を相続して親族から狙われた、少年、西賀マサルを守るために戦う憲法家の青年、加藤成美と人形遣いの女性、白金の数奇な運命を描く。成美との別れをきっかけに物語は二つに分かれ、勝ちと、白金は潰れかけのサーカスに身を置き、成美は人類にあだなす。 カラクリ人形との戦いに巻き込まれる。そして、全く異なる二つの物語は交錯しながら一つに収束していく。作者の前作、牛尾と虎を上回る複雑なプロット、強烈なバイオレンス描写とアクション、前作にはあまり見かけられなかった恋愛要素も盛り込んでいる。大きな特徴は、戦闘において細かく書き込まれたカラクリ人形の破片が飛び散る演出である。 物語はすべての事件の発端が200年前に起こり、そこから現代に至るまでのエピソードが多くの登場人物の視点で描かれている。過去のエピソードが現代におけるストーリーが進行するにつれて徐々に明らかになっていくが、それは時系列通りではない。過去のエピソードにまつわる手がかりは物語の各所に散りばめられている。物語はサーカスのような体裁をとっている。 幕愛と称して、サーカスと観客をつなぐ役割を持った、ピエロが登場して、そこまでの総括をし、次の幕での見どころに、観客の注意を向けさせる。人類の敵である、自動人形は、最初の人形を作った者の,の意志に逆らえず、それと戦う、白金も、他人の意志に縛られた操り人形である。黒幕のフェイスレスも、白金の妄衆をダウンロードされた操り人形であり。 何度か本人の口からそう発言されている。登場人物のほとんどは自分の意志とは異なる何かに縛られながら行動しており、人形劇の人形が誰かに操られているようである。運命や他人の意志によって縛られたものを人形と見立て、そんな境遇から脱却しようとするもの、人間であろうとするものの大いなる舞台劇として物語が展開する。 その多くは結末を迎えるまでに操り糸を立ち切り自らの意志で歩き出す。最終話では登場人物としての各々のエピローグが語られた後、カーテンコールとして作品に登場した主要なキャラクターのほとんどが役者として笑顔で舞台に立つ姿が描かれ、舞台劇として作品を締めくくっている。タイトルや登場人物の名前は演劇にゆかりのある場合が多く、 特に自動人形などの名前には、コンメディアで、ラルテの役名が多く使われている。個々の出典は言及されていないが、最終巻の巻末の参考文献から推測できる。友人である、島本和彦は、牛尾と虎が、藤田のやりたいことをすべてぶつけた名作なら、こちらは広げた不老式を徹底的に広げ続けたことで完成された名作と、本作を表した。 サーカス編とカラクリ編はストーリーの区切りがつくたびに交代で語られる。小学5年生のサイカマサルは父親である大手家電メーカーサイガ社長、サイカサダヨシの死により180億円の遺産を相続。これによって異母兄弟から命を狙われていたところを加藤るみと白金に助けられる。しかし、叔父のサイカヨシハルに誘拐された価値を救出した成美は、 爆発に巻き込まれ、切断された片腕を残して、行方不明となる。残された価値とエレオノールは、追っ手から逃れるため旅芸人のサーカス一座、中条サーカスで生活を始め、人々と触れ合うことで徐々に成長することとなる。追っ手との戦いの中で、本人たちも知らなかった価値とエレオノールの持つ、出生の秘密が明らかになっていき、勝ちはエレオノールに守られる立場から、 エレオノールを守る者としての自覚を持ち始める。死亡したと思われたナルミは人形破壊者。白金の儀に命を救われており、片腕と記憶をなくして自らも人形破壊者となっていた。自動人形を追う旅を続けるうちに、ゾナハ病の真実を知ったナルミは人形を破壊することだけを自分の使命とするようになっていく。自動人形との激戦の最中、 多くの仲間の犠牲と引き換えに命を長らたことによって、その使命は彼個人の感情を塗りつぶしてしまうほどに、さらに重くのしかかるようになる。勝ちはこの戦いの真の敵からレオノールを守るために、サーカス団を離れ、黒ヶ村のアムラサキバナ家に居候し、ィーより、権威特物の特訓を受ける。そして、勝ちの実力は急上昇し資格を、ことごとく撃退していく。また、 人形相撲などの行事を通して、黒賀村の人々とも親睦を深めていく。そして、鳴海は、それとほぼ入れ替わりで、エレオノールの前に現れ、フランシーヌ人形の生まれ変わりと信じる彼女から、ゾナハ病の止め方を聞き出すべく中町サーカスに加わる。勝ちが、黒賀村で修行、四角の撃退を始めてから8ヶ月が経ったある日、中町サーカスが黒賀村を訪れる。 仲間たちとの再会を喜ぶ価値だったが、ゾナハムシが突如活性化、世界中の人間がゾナハ病に感染してしまう。無事だったのは、白金とその血を飲んだもの、そして、白金と長い間、共に過ごして免疫がついた、中町サーカスのメンバーのみ。白金の200年に及ぶ長い戦いの決着が、そして価値、エレオノール、ナルミの最後の戦いの火蓋が切られる。なお、 デウスエクスマキナは演劇用語でもある。マリオネットそのものに関しては用語解説を参照。カッコ内は主な使用者。縁の甲は舞台版の俳優で特筆がなければそれぞれ第1弾、第2弾共通のキャスト。2018年10月から2019年6月まで東京 MX 他にて放送された。主人公の一人である。 サイカマサル役のキャストは、総合学園ヒューマンアカデミーとのコラボ企画として、プロアマトワーズの公募オーディションにより決定され、応募総数2500人超の中から、新人の上田千尋が選ばれた。オープニングテーマエンディングテーマインターネットでは、アマゾンプライムビデオにて2018年10月11日より、全世界独占配信された。 2018年10月12日から2019年6月28日まで、オッイズ泉にて、からくりサーカスラジオ、中町サーカス団員募集中。が、各週金曜日に配信。パーソナリティは、西賀勝る役の上田千尋。体感型ゲームいずれも、制作は、万ダなナムコアミューズメント、制作協力は、ヨダカのレコード。モバイルゲームカプセル閉団企画、制作。 2012年2月に笹塚ファクトリーにおいて第1弾が上演された。2012年11月に笹塚ファクトリーにおいて第2弾が上演された。キャスト、カラクリサーカスの登場人物、ケイイトカイライも参照。スタッフ2019年1月に新宿フェイスにおいて第1弾が上演された。2019年10月に新宿フェイスにおいて、 第2弾編が上演されたキャスト、カラクリサーカスの登場人物、ケイイトカイライも参照。スタッフ、ありがとうございます。